皆さんこんにちは、ウェメウです、ピアソラのオブリビオンという、出だしを今日は、最初に皆さんに演奏しました。今日はズバリ音色のコツその2です。17回目かなのワンポイントレッスンの中では、2個の音色の、ウェメウの2個の音色の出すコツを皆さんに教えました。その時にはニコは歌のように言葉のように、ただ一つ一つこう擦るじゃなくて、あるいは表現するじゃなくて、ちゃんと絞る、ちゃんとブレスを入れて表現してくださいねっていうのを中心に皆さんに話したんですけども、今日はこのニコの楽器の構造から、そして基本の姿勢からこの音色につながるコツを紹介したいと思います。やはり楽器を奏でる時にはただ音色に集中するだけじゃなくて、その基本中の基本のこの弓と弦のこの角度ですね、そこがまず守っていただきたいんですね。90度です。ここは弓の径が横軸、そして楽器の弦は縦軸、そこは90度というのが必ず守っていただきたい。例えば、演奏家の人がすごく弓が上がっているように見えるんだけど、その時に必ず楽器も斜めになってるはずですね。要するに常にこう、例えばね、これ90度、音はもう全然違うんですね。例えばこうなってる時にはもし弓が、これも全然違うんですね。あるいは楽器はこうなって、ね、なのでこれは必ず90度を守って奏でるのがまず第一ですね。それが守れないとどんな表現したくても、やはり弓の毛が弦を擦る時のその角度が違うので、もうまず響きは正常の感じになってないはずです。もう一つはこの、弓の竿の前後に行かないように、曲がらないようにも大事ですね。さっき言ったその、この弦に対しての90度、2つ目はこの弓がこう引きながら泳がないように、それがとても便利なチェックの方法があります。わかりやすいチェックの方法があります。皆さん譜面台ありますよね。譜面台あるいはテーブルでも構いませんので、必ずこのラインがありますよね。このラインに沿って弓の毛もまず準備の段階からも平行になっていること、この平行は弓の元から弓の先端まで引くときも必ず守ること。で、気がついたら、ね、こう開けすぎたりとか、あるいは狭すぎた、それは良くないですね。常に平行になっていること、これは一定な音色の、方向に、守ること、それもいい音色を出すまず基本ですね。この2つの基本もう一回言います。90度、そして平行、キーワードは90度と平行ですね。その2つのキーワードがちゃんと守れたら、今度は今日の3つ目のキーワードは毛皮のコートを皆さんは一度は見たことあるんですよね。着たことなくても見たことがあります。触ったことありますか？皮の上に毛がありますよね。この毛を触る感覚とさらに深く毛を通って皮を触る、その2つの感触を例えして弓の毛で弦を擦る時のイメージしてください。まず毛だけ触る。じゃあ次は毛を通して皮まで触れます。で、皆さんよく質問あるんです。先生どうしても音かすれちゃう？それは皮にシワをつけてしまうほどちゃんと力が入れすぎたんですね。こういう音が鳴らないようにちゃんと皮の方に気持ちよく撫でられるような力加減で十分ですね。実はこのかすれる音のこれ by the way ですよね。ついでに話します。
このかすれる音の理由が主にこの角度、変わるときはかすれる理由、あとは90度なってないとき、さっきの言った2つのポイントが守れてないからもこのかすれる理由がある。3つ目は力が入れすぎる、過ぎたこと、この3つがちゃんと避ければほとんどの場合はあの音かすれることはないと思います。なのでこの3つ目の毛、そして皮、そこの力加減が自分の中で一回楽器の構造を通じてちゃんと研究してみたらどうですか。もう一回いきますね。これは毛です。これは皮です。で、四拍の弓の表現を今から言います、いきますけども、最初の一拍と最後の一拍を毛を触る感覚、真ん中を皮まで触る感じですね。これを皆さん、なんか今までウェイウェイさんが、ワンポイントレッスンでやってた太陽の昇り、太陽の沈みとあのなんか似たような感じですね。そうです、今いろんな角度で私例えしてるんですけど、やること実は一緒です。あの弓はただ同じことじゃなくて、その変化をつけることによって音色のツヤが出ます。今回はこの毛皮をイメージして、あの弓の毛で弦をこする、その感触を毛皮を例えして皆さんトライしてみたらどうでしょうか。内弦も一緒です。真ん中の3拍目はもう皮が温かい感じが内弦特に感じます。また皮に戻ります。それの調整は内毛の場合はここで調整するんですね。皮まで行きます、皮毛の方に行きます、皮まで行きますね。そこがあの内毛、外毛の場合はコントロールして、外毛に竿の重さで全部行かないで、少しでいいですよ、皮だけ、あの毛だけでいいですよ、今度はいっぱい皮の方にでまた減らす。外毛と内毛の違いは、内弦はタッチしなければ音鳴らない、外弦は逆に弓置くだけで外弦鳴るので、それは行き過ぎないこと、減らすことが工夫しなきゃいけないんですよね。それを皆さんこの楽器の構造から考えてみると、きっと皆さんが奏でたい音色にまたつながると思います。では今回は音色のその2を紹介しました。頑張って2個楽しむ、ニコニコで楽しもう、そして本当にあのたくさんの方たち、このワンポイントレッスン見ていただいて質問もいただいてますので、皆さんの質問に少しずつでもこれから答えていきたいと思います。YouTube チャンネル、そして、メルマガ、最近私の、毎週水曜日出している、メルマガの方はたくさんの方登録してくださってとても嬉しいです。これからも良い、良い情報をこれから楽しくお届けしていきたいと思います。それからウェイウェイズミュージックブティックも本当にたくさんの方愛用してくださって、ぜひそちらの方も皆さんのニコの上達につなげればいいと思います。それではまた次回お会いしましょう。再见。皆さん、ワンポイントレッスンいかがでしたか。これからもいろんな内容を、皆さんに提供していきたいと思いますので、ぜひ概要欄のアンケートにご希望を書いてくださいね。さらに皆さん、よろしければこの動画のチャンネル登録してくださいね。いろんなインフォメーション、これから、皆さんのところに届けに行きます。さらに2個のアイテム満載のウェイウェイズミュージックブティックも誕生しました。一歩踏み込んだ2個のレクチャー、音源、そして譜面も皆さんに
ショップにて提供しますので、ぜひそちらの方もご覧になってくださいね。詳しいアドレスはこの概要欄に載ってますので、ぜひ覗いてみてください。これからも皆さんを応援していきます。一緒にニコを楽しもう。それではウェイウェイウェイでした。再见。